休みの朝は朝からビオトープを眺めてるんですけれども、朝から日差しが当たっててちょっと気持ちがいいんですよね。ただやっぱり水温は低いみたいで、メダカたちはまだ姿を見せてくれてません。体感温度だと結構寒いんですけれども、実際水の中ってどのぐらいの水温なんですかね。ちょっと測ってみましょうか。え、指でって思ったでしょ。まだ水温計の電池を変えてないんです。今朝の水温13度。いつもカメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。天気のいい日の日中帯はこのように藁の上をメダカたちが泳いでくれますが、だいぶこれを見る機会も少なくなってきました。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちらは前回アップロードしました超ビオトープのメダカたちに危機が迫る、最大級のあいつが出現、あなたのメダカ容器も越冬前に確認しておく必要が、なんですが、たくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。まだ見てないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。コメントいただいた方の中にもですね、ヤゴがいないか確認しましたっていう方が結構いらっしゃったんですけれども、やっぱですね、ヤゴが入ってると春までずっと心配を抱えてる状態じゃないですか。メダカのためにもですね、自分のためにもなんですが、やっぱり一回見ておくと安心して越冬をさせることができるんじゃないかなと思います。ご覧いただいているこの容器はストロングタブですけれども、ホテイソウの葉がだいぶ傷んできてますね。それとあと藁ですが、だいぶ馴染んできたみたいで若干沈みがちになってきてます。次に見ていただく容器はこちらのちょっとちっちゃめの容器なんですけれども、これは一番ちびっ子たちが入っている容器なんですが、今見てる限りは結構大きくなってますね。あ、この黒メダカなんかかなり大きくなってますね。私がいるこの北部九州ではですね、この週に限ってはまだ暖かかったので、メダカたちの餌食いは結構良かったんですよ。やっぱりメダカたちが餌を食べてくれない限りはですね、大きく成長することはないと思いますので、餌を食べてくれるっていうのは本当嬉しいんですよね。ただですね、餌を食べるっていうことは出すものもあるということなんですよ。なんでちょっと今回ですね、その気になっていることをやってみたいと思います。この容器は、川から取ってきたメダカがたくさん入っている容器なので、ここが多分一番汚れてるんじゃないかなと思って、今ホテイソウから外に出してます。ちなみにこの今やってる時間帯はですね、日中帯の一番水温が高い時間帯でメダカたちが全部出てきてましたので、こういうふうなことをやってるんですけれども、寒い日にですね、こういうことは絶対やらないでくださいね。メダカたちがびっくりしますから。藁をどかすとですね、このようにこの容器ナヤスの森が広がってます。その下にザルに入れた赤玉土がありますが、それ以外は何も入ってません。カキ殻は一つ転がってますけどね。で、気になってるのはこの容器の底に溜まってる沈殿物、メダカの糞とかですね、そういうなのがどこまで積もってるのか、それが一番気になってたんで、こういう状態にしてみました。この容器、先ほども言いましたけれども、メダカが一番入ってるんですよ。なので餌の量も結構食べさせてるんでですね、これがちょっと気になってたとこなんですよね。今このプロホースでですね、吸い出してみようかと思ってるんですが、うまくいきますかね。この容器にはメダカの他にエビもたくさん入ってます。エビもですね、結構糞を出しますので、水をよこす原因にはなりますね。もう少し水温が下がってくるとメダカたちの活性が落ちますので、餌を食べなくなります。そうするといわゆる餌切りという状態に入ってきます。餌切り状態になってきますと、もちろん餌をあげませんので、越冬に入ったというふうな感じになりますよね。
その前になんとかきれいにしておきたいなということで、今回この水槽の下を底をですね確認して掃除をしているところです。この底に溜まった糞をですね、なぜ除去するのかっていうのは、糞からアンモニアが発生します。アンモニアっていうのはですね、猛毒なんですよ。猛毒の中にメダカを入れてると、まあだいたい皆さんどうなるかはね、想像できるかと思いますが、その猛毒をですね分解してくれるのが中に入ってるバクテリアですね。バクテリアが頑張って分解してくれた後は、これが亜硝酸というものに変わります。これがそこに溜まってたものですね、かなり汚れてます。もうこれ掃除してよかったですね。亜硝酸がさらに分解されて硝酸塩というものになるんですけれども、これはもうこれ以上分解できないんですよ。なので容器から出す必要があるので水替えをしているというわけなんです。アンモニア、亜硝酸、硝酸塩とだんだん毒性は弱くなっていくんですけどね、やっぱその毒性が弱くなったといっても、それが中にずっと溜まっていくと、やっぱりメダカがですね体調を崩したりとか、最悪星になったりとかしますので、それはなんとか避けたいとこですよね。メダカ初心者の方に多いんですけれども、赤玉土を入れていれば大丈夫だということは間違いですからね、注意しとかないといけないですよ。掃除が終わりましたので、減った分の水をですね足していってます。今入れてる水はですね、汲み置きをしていた水をじょうろで入れてます。今ジャバジャバジャバってまるであれみたいになってますけれども、こうやってですね水をジャバジャバって入れることによって空気を送り込んでるんですけれども、まあこれがどう影響するかっていうのはまあわからないですけどね。まあよく言われてるのはですね、水面に風が当たってそこからこう空気がですね、水に入っていくというふうに言われてますが、だからこう表面積が大きい容器の方がいいというふうに言われてるんですよね。ご覧いただいているこの映像にもですね、藁が入ってるんですけれども、藁を入れることによってメダカの調子がかなり上がってます。後半はこの私流のですね藁の作り方について説明をしたいと思います。はい、それでは後半です。ご覧いただいている映像にももちろん見えてるんですけれども、藁が入ってます。この藁を入れることによってですね、メダカたちの調子が上がってますよっていう話をしてたんですけれども、これはですね私がずっとこうメダカたちを観察していて思った感想なんですけれども、藁を入れる前と後ではメダカたちのこう動きといいますか、元気の良さが違ってきてるんですよ。まあ多分ですね、これは枯草菌の一種である納豆菌ですね、まあ、皆さんもご存知の納豆菌なんですけど、それが多分こうメダカたちの腸内環境を良くしてるんじゃないかなと勝手に思ってます。それで私は去年から藁を越冬に使ってるんですが、去年やっぱりとても調子が良かったので越冬は成功しました。今年もこうやってですね、藁を入れることによって安定して、冬を越せるんじゃないかなと思ってますが、今この容器にはですね藁が一束入ってます。これはですね、もともとの藁の長さの半分の長さに切ってます。藁の長さってだいたい80センチぐらいだったと思うんですよね。まあ種類にもよると思うんですけれども、それを容器の大きさに合わせてカットして使ってます。私が使ってるメダカの容器はこの丸いメダカ鉢と、それからトロ舟80、60、40、それとストロングタブになりますね。藁は加工しやすい素材ですので、まあ、ご自分の好きなようにですね、カットして使えるから本当使いやすいと思います。ある方はですねちっちゃくカットしてネットに入れて沈めてますっていう方もいらっしゃいますね。もちろん大きい容器を使われている方はですね、そのままドボンでもいけると思いますので、まあ、私みたいにですね、こういうふうに紐で結んだりとかしなくても別にいいですからね。紐で結ぶことによってですね、メダカがびっくりして挟まり事故を起こす可能性もありますので、
そこだけは注意してください。私流の藁の作り方の前にですね、ちょっとこちらをご覧ください。こちらはですね、メダカグッズで有名な老舗メーカーディーソーさんで見つけてきました。このメモリがあるのがいいですよね。これ観察用のケースです。それからこちらですね、ようやく見つけました。メダカボールの艶消しブラック、これですね、今年の夏ぐらいでしたかね、出たんですけれども、全く店頭で見ることができなくて、もうシーズンオフになってようやく手に入れました。では今から藁の説明をしていきたいと思います。こちらがですね、刈り取られた稲のそのままの長さの状態ですね。これでだいたい80センチぐらいあるかと思いますので、これを半分に切ります。これをそのままですね、ハサミで切るとなるとですね、結構大変なんで、ちょっと小分けにしてもらってですね、軽く手で握れるぐらいの束を用意します。今ちょっとやってみますね。もちろん容器の大きさによってですね、その束の大きさを変えていく必要がありますので、それはですね、ご自分の容器に合わせて作ってみたらいいと思います。結構藁を触ってるとですね、こんな感じでホコリがしますので、必ず屋外でされることをお勧めします。私は手がちっちゃいので、まあ女性の方の大きさとあまり変わらないぐらいです。それだとこのぐらいの大きさの束になりますので、ここからまっすぐですね、切っていくんですけど、これ切る前にですね、板の藁の端っこを麻紐とかがあればですね、結んでおいた方がバラバラにならなくて後で楽ですよ。ちなみに今使ってる藁はですね、去年購入した藁になりますので、結構もうボロボロになってますね。それでこんな感じでですね、端の方を麻紐で結んでいきます。ここはですね、結構しっかり締めておいた方がバラバラにならなくて済みます。女性の方でもですね、こういう風な作業であれば問題なくできると思います。私はまあ手もちっちゃいんですが、握力もないんでですね、うちのかみさんよりも多分私握力弱いです。でもちゃんとこういう風にできますので安心してください。で、端を結ぶことができたらですね、今回はちょうど真ん中ぐらいをカットしていきたいと思います。まあよく切れるハサミであればですね、こういう風な感じでザクザクと切っていきますので、よく左手ですね、今持ち手があると思うんですけど、ここはしっかり持っておいてくださいね。ここをまた先ほどのように麻紐で結びますので、藁はですね、ホームセンターで売ってるっていう風に聞きますし、ネットでも購入することができます。まあ、ホームセンターはですね、やっぱもうお店によって売ってる場所が違うんでですね、やっぱり店員さんに聞いた方が一番早いですね。私がいつも購入してるのは道の駅で、藁とか、あともみ殻、そういうのを売ってるところがあるんで、そこでいつも購入してます。だいたい200円とか300円で買ってますね。紐で結び終わりましたらこんな感じになります。こうやってですね、中を広げて、お、稲穂がついてる、中身入ってますね。これこんな感じでですね、少し開き気味にしてから水の中に沈めていきます。それではこの超ビオトープの方に沈めていきたいと思います。先に入ってたこの短いタイプ一回出してですね、このスペースに先ほど作った藁の束を入れてみましょう。こんな感じでですね、最初はもう本当浮いてます。これしばらくしたらですね、いい感じに沈んできますので、あんまり気にしなくてもいいかなと思います。それからこの藁を入れることによってですね、アクが出ます。で、私はですね、アク抜きはしません。容器によってはですね、ちょっとそのアクが目立ってしまって気になるって方もいらっしゃいますので、そういう方はもうアク抜きをされた方がいいと思います。私の場合はこんな感じでですね、アクが出てもまあどういう風な影響が出るかっていうのがはっきり言って分かりません。分からないぐらいのレベルなんで必要ないかなと思ってます。ご覧いただいているうちのようなビオトープだとですね、やっぱり分かりにくいんですよ、その濁りがですね。それが分かりやすいって言ったらうちのストロングタブなんですけれども、それに入れた場合ですね、だいたい2週間ぐらいの間でちょっと白濁りがしてるかなっていう感じになります。その白濁りについてもですね、ずっとそのままの状態ではないと思うんですよね。うちの場合は足し水したりとか、あと雨が降った場合はですね、ものすごくクリアな状態に戻ってます。
まずはご自分の目で見られてですね、どのぐらいのレベルなのかっていうのを確認されてからでも遅くないかと思います。はい、それではエンディングです。今回ですね、餌切り前の水槽の底がどのぐらい汚れているかっていうのをちょっと見てきたんですけれども、その後ですね、藁の、束の作り方、それについて説明をしてきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。先ほど作りました藁の束をストロングタブの方に追加していってます。これはストロングタブだけではなくてですね、全ての容器に対してこの藁を追加してます。藁を入れたことによってですね、メダカたちの調子が上がってきてますので、追い納豆菌ということで藁を追加してみました。ちょっと最近メダカの元気なかったねっていう方には、もしかしたら良くなるかもしれませんから、試してみる価値はあると思います。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。